前がこっちだ。よろしくお願いします。それではお相手の方、初段の方ですね。さあ鬼殺しやっていきましょう。鬼殺し、これは無理だが、いや右試験か、お相手。いやじゃあここついときましょう。桂馬を足させない。この桂馬を足せない、角道止めてくれないですかね。あ、それは、あ、戻るか。玉形の差で攻めたいんですか。無理か。お相手の方が硬いですね。まあいいか、行くしかない。飛車交換。来て一回なって、2分30秒。これまんま良くないです。まあ一回行こうとしとくか。これ角なると銀で閉じ込められて馬と殴るって感じですかね。これはと銀逃げれないですね。2分。はい、もうちょっと欲張る。欲張りすぎか。いやこの5四桂をどこまで欲張るか、どこまで粘るか。でもお相手としたらもう銀取ってくださいって時なんで、こういう時は取らない方がいいような気はします。一番きついのはそうですね、8八、それがきつい。もう行くか、行くしかないか。1分30秒。これで積んでるのか。あー手堅い。いやー負けか、さすがに。1分。さすがに負けか。切ってくるかと金取るか、それはうわー際どい。無理か。で逃げられるか。30秒。
あ、これで詰んでますね。うわ、うまい。いや、最後うまい金打ちでした。参りました。ありがとうございました。お前が後手だ。よろしくお願いします。それでは相手の方、1級の方ですね。さあ、鬼殺しやっていきましょう。鬼殺し、いや、これさすがに飛べない。どうしましょう。ここは一回銀上がってきて、いや、これ悩むんですよね。飛んでみる。めちゃくちゃ形悪そうですが、意外に、あれ、これ試合終了クラスですよ。やってみてよかった。そうですね、1号から2分30秒いけるかなと思ったんですが、1号角打ちから積みだったかもしれないですね。まあ、ここ飛ぶ、飛ぶか。2分。これでも優勢なような気もしますが、あ、これは取っといて、51馬だと弾かれるだけか。入るか。で、銀取りも残しつつですね。まあ、今さら8号の銀を取るのはおかしいかもしれないんですが、そこに角打ってくれるんでしたらありですね。桂頭の銀って2枚替えなら全然大丈夫。1分30秒。一回もう一回入っときますか。まあ、それはさすがに手抜いてこの辺りですかね。4五歩、いや、さすがに、いやー、これは握手のような気がするが、1分。で、打たれて血を足りてる。うわー、危ない、怖い。これはさすがに、いや、積んでないか。これで、うわ、怖い。きついの食らった。きついの食らいました。
まずい、竜抜かれて、うわと金で、これは詰めろなんで竜は取れない。20秒。これは10秒。すまん、これでギリギリ詰みました。危なかった。もっと1手差ぐらいだったかもしれないですね。いや、勝ててよかったです。ありがとうございました。